ドジャースの大谷翔平選手は3日、ドジャーススタジアムで行われたファン感謝イベントに出席。完売御礼となった約3万5000人のファンの前で、初めてカリフォルニアの空と同じドジャーブルーのユニフォーム姿を披露しました。球団地元紙であるオレンジカウンティーレジスターは、大谷翔平のスターパワーがドジャースのファン感謝イベントのハイライトだったの見出しで、10億ドルのドンチャン騒ぎの中心にいる大谷がイベントでステージに登ると、ファンから歓声と叫び声が湧き起こったと、その熱狂ぶりを伝えています。入団以降、常にメジャーの話題の中心となっている大谷選手ですが、なんと3月に韓国で行われる開幕戦にある事情によって参加しないとの情報が飛び交っているようなのです。大谷選手を不参加に追いやるある事情とは一体何なのでしょうか。今回も大谷選手に関する最新の海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたの考えをコメントで教えてください。それでは参りましょう。大谷を開幕戦不参加に追いやるある事情とは一体何なのか。あまりに危険すぎる。2月9日から米アリゾナ州グレンデールで始まるドジャースの春季キャンプに向け、自主トレーニングにも力を入れている大谷選手。1月29日に公開されたドジャースの X 公式アカウントでは、見慣れない器具を装着してトレーニングをこなす大谷選手の姿が投稿され話題となっていました。そんな大谷選手のトレーニングについて、ドジャースのクリス・テイラー外野手が30日までに公開された米メディアドジャースネーションのインタビュー動画に登場し、驚くほど細部までこだわっていると驚きを伝えています。大谷選手と交流を持ったかと問われたテイラー選手は、ドジャースタジアムにトレーニングしに行くと翔平を見かけるよ。彼のトレーニングへの姿勢は本当にすごい。全ての動きに対して驚くほど細部までこだわっているんだ。一つの動きごとにあれほど時間をかけている選手を見たことがない。ケージ内でのスイングやグラウンドでのダッシュをとってもとてつもなく集中しているんだと、そのトレーニング内容への驚きを明かしました。テイラー選手は続けて、練習でもまるで試合をしているかのような状況を作り出すんだ。ケージで20スイングするだけでも20分はかかっている。なぜなら次のスイングに移るまでの間に実戦を想定して打席を外したりしながら1分ほど時間をとっているからね。見ていて特別だよ。細部まで気を使っているからこそ今の彼があるんだと思うと、トレーニングでのこだわりが大谷選手のプレーの根底にあると推察していました。ネット上では、まだ金本氏が現役の時にテレビのドキュメンタリーで試合が終わった後にホテルで素振りをしてる場面がありました。一回素振りをするのにかなりの時間をかけてたのがとても印象深く、構えが完璧に決まった時だけ素振りをして自分の体に覚えさせると金本本人が言ってました。大谷選手も構えさえ決まればどんなボールにも対応できるというようなコメントを昨年の好調時にしてたので、毎回自分の構えからのスイングをしっかりチェックしてるのでしょうかね。打撃も毎年進化してるのは素人目にもわかるので、とにかく怪我なく今年どんな成績を残してくれるのか楽しみしかないです。野球に限らず他のスポーツや武道でもそうだと思いますが、間違っている方あるいは自分で納得できない方で回数をこなすような練習をしていると変な癖が勝手に身についてしまうのです。そして一旦変な癖が身についてしまうとそれを修正するのがすごく大変な作業になるのです。だから素振り一つとっても本物のプロほど慎重になるのはよくわかる気がいたしますと、トレーニングに対する姿勢に称賛の声が並びました。そんな中、ドジャースとパドレスがソウルで対戦する3月20日、21日の開幕カードは球場の収容人員が2万人に満たないことも相まって、チケットがプレミア化するなどフィーバーぶりが凄まじいことになっているといいます。ドジャースには大谷選手と山本由伸投手、パドレスにはダルビッシュ有投手と松井裕樹投手、そして韓国出身のキム・ハソン内野手、高速投手が在籍しています。いやが王でも韓国国内は盛り上がるような状況ですが、その盛り上がりに水を差すような話が持ち上がっているのです。右肘手術明けの大谷選手をはじめ、山本投手やダルビッシュ投手までもが韓国ではプレーしないのではないかというものです。興行的価値を根底から覆すスーパースターたちの不参加説を探ると、いくつもの説得力を帯びた理由が浮かび上がってきました。
大谷選手は昨年12月の入団会見で右肘の状態について、打撃の方はすでに素振りを始めている、おおむね予定通りに来ている、若干早いくらいの感じに来ていると順調ぶりをアピール。開幕には十分に間に合うと思います。スプリングトレーニングでしっかりゲームに入れる準備ができれば開幕には間に合う感じがしますねと前向きに話していました。ですが、右肘靭帯を修復する2度目の手術を受けたのは昨年9月19日。術式は明らかになっていませんが、野手がトミー・ジョン手術を受けた場合、復帰に最短でも6ヶ月を要すると言われています。しかも、1度目の手術の際は、打者として復帰するまでに約7ヶ月かかっています。キャンプ時点で手術から6ヶ月に満たない大谷選手が必ずしも開幕戦に出られる保証はありません。ただでさえ、昨年の大谷選手は WBC 出場に備えて通常よりも急ピッチで調整を進め、3月の本大会では投打二刀流のフルスロットルで日本の世界一に貢献したものの、その反動もあってかレギュラーシーズン終盤に靭帯を損傷してしまいました。昨年末に出演した NHK スペシャルでは、もう一度同じ症状になったら配置転換、他のどこの野手のポジションかわからないですけど、そういう風になると二刀流継続が不可能になると見通しを語っています。大谷選手の最大の目標はあくまで来季の二刀流復帰です。ドジャースも二刀流での活躍を計算しているからこそ、10年総額7億ドルというプロスポーツ史上最高額の契約を結んだと思われます。昨季の二の舞を避けるのはもちろん、来季の完全復活を果たすためにも無理をしてまで開幕戦に出ることは考えづらいでしょう。また移動の負担も少なくありません。ロサンゼルス国際空港から韓国インチョン空港まで往復約2万キロ、合計約20時間の長距離フライトを強いられることになります。メジャー関係者は、米国外での試合開催に関して MLB と大リーグ選手会は2022年に労使協定で合意しているものの、選手の参加は義務ではない、故障などの正当な理由があれば欠場はもちろん同行する必要もない。2008年に松坂が所属していたレッドソックスが日本開幕戦を行った際、当時のエースウワン・ベケットは腰痛を理由に来日しなかったが、故障者リスト入りせずに米国開幕カードの3戦目に登板しても問題にすらならなかった。ドタキャンは米国ではよくあることで、いくらチケットが完売しようが、海外から大谷目当てのツアー客が韓国に殺到しようが、直前に大谷の欠場が決まっても何ら不思議ではないと語っています。また韓国プロ野球関係者は、特に大谷は来ないと思っていますよ。大きな手術をした後でチャーター機とはいえ長距離移動で時差がある国でのプレーになります。体に問題がなければ別でしょうが、肘の状態を探りながら復活を目指していく過程でキャンプ地のアリゾナから寒いソウルでプレーし、またアメリカに戻るというのは現実的ではありません。 WBC の日本ラウンドに出て結局怪我を負うことになった去年と同じようなことをするでしょうか。打者としての出場には影響がないと言われている手術でも、前回とは違う術式で開幕に間に合わせれば前回より早い復帰になります。1000億円を超える契約を結んでスポーツ界の宝でもある選手なので、ドジャースは細心の注意を払うでしょう。162試合のうちのわずか2試合で無理して大谷を起用する理由が見当たりませんと語るなど、すでに諦めムードのようです。また開幕2連戦の前には韓国代表や韓国球団との練習試合も組まれています。同氏は、韓国のピッチャーは大谷との対戦が実現すれば腕試しとばかりに全力で向かっていくでしょう。ただ総じてコントロールは良くないので、怪我や打撃の調整への悪影響があります。こうした意味でもアリゾナに残って調整するのがベストではないでしょうかと、その危険性にも言及しています。ドジャースは韓国遠征後の3月28日に本拠地ドジャースタジアムで米国開幕を迎えることとなります。まずはカージナルスとの4連戦、次にジャイアンツとの3連戦が組まれています。米大手マネジメント会社の代理人は、球団としてはこの7試合の間に地元ファンに大谷をお披露目したいところでしょう。興行としての宣伝効果が薄れてしまうことに配慮し、ギリギリまで公表はしないでしょうが、すでに大谷が韓国に行かないことが内々に決まっていることも考えられますとコメント。
これがドジャースと大谷選手が共有しているプランではないかと見ていると言います。また山本投手のケースでも同様だと語っており、同氏は続けて、メジャー1年目で不慣れなキャンプを過ごした後に韓国で公式戦に登板することは大谷がプレーすることと同じぐらい考えづらいです。球団は12年で480億円という巨額投資をしています。 GM は山本の契約を長期の賭けという表現を使っていましたが、万が一のことがあってその賭けに負けることは許されないでしょうと不参加の理由を分析しています。ドジャースは昨季まで11年連続でプレーオフに進出している強豪です。今季の補強で戦力はより巨大化しました。今季もプレーオフ進出が確実視されており、ワールドシリーズまでのポストシーズンをトータルで見据えると韓国開幕でいたずらにリスクを負う必要はないと言えます。同代理人は続けて、韓国での先発はある程度メジャーで経験を積んだ投手に任せるなどして、山本はそれこそドジャースタジアムでの開幕戦でメジャーデビューというプランを温めているかもしれませんねと語っており、ドジャースの今後の動きにも注目が集まります。さらにメジャーでの経験という点では米球界13年目のダルビッシュ投手も申し分ないものがありますが、こちらも韓国での登板に否定的な意見が少なくないといいます。 NPB 関係者は、去年の WBC では調整が早めになったこともあって相当無理をしていました。本調子が戻らないまま WBC が終わり、シーズンに入ってからも立て直すことに苦労しています。チームの中心選手であり顔見せに韓国に行くことはあるかもしれませんが、投げる可能性は低いと見ています。今季は6年契約の2年目で、今後も長く貢献してほしいという球団事情を考えればダルに負担はかけたくないところですと、やはり不参加の可能性に言及しています。韓国でも特に大谷選手は人気が高く、不在なら現地の落胆ぶりは想像に難くないですが、興行としては韓国に選手がプレーすることで十分に成立するとも言えます。アジア市場の拡大を目論む大リーグ機構の体裁は最低限保てるでしょう。同関係者は、選手が理由なくサボる形での不参加となれば反発も出るでしょうが、大谷には手術明けという明確な理由が存在します。ソウルへの出発が近づいてきた頃にタイミングを見計らって GM や監督が不参加や不出場を匂わせておいた上で、山本も一緒に直前に公表するのではないでしょうかとコメント。日米韓のメディア注目の開幕2試合ではあるものの、終わってみれば日本人選手で出場したのは松井投手一人だけという事態にもなりかねないというのです。さらに大谷選手を韓国に行かせたくないという日本人が多いのも事実です。直近では大谷選手の令和6年能登半島地震への寄付のコメントに対して、孫新女子大学ソギョンドク教授が怒りをあらわにしたというニュースが話題となりました。同教授は令和6年能登半島地震の部分がドジャースの英文ではシーオブジャパンアースフェイクと表記されていることを指摘、かねてより日本海の名称をめぐりイーストシーと主張する声があり、同教授は、日本で地震がありいくら大谷がチームの看板選手であってもイーストシーと書かず、日本政府が主張するシーオブジャパンだけを表記するのは間違っていると激怒し、韓国と日本の間の海の名称は2000年前から東海だったとドジャースにメールで抗議したといいます。このような事情もあり、大谷選手を韓国に行かせるのは危険だとする意見が後を絶たないようなのです。大リーグ機構は来季東京で開幕戦を実施することを検討中で、そのカードにドジャースが絡むことが有力視されています。順調なら大谷選手の二刀流が完全復活するシーズンの初戦となり、出場すれば昨春の WBC で巻き起こった大フィーバーが予想されます。WBC 以来、アジアで再び大谷選手の雄姿を拝めるのはもう1年先になるかもしれません。ただその舞台が日本であるならば、日本人にとっては嬉しいことですね。ネット上では、まあもともとは韓国人選手のための韓国での試合なので韓国でプレーする義理はないとは思う。昨年は WBC で大きな時差の中、体調管理も大変だったと思う。また今年も時差で難しい体調管理となるよりはアメリカ本土でしっかりとコンディションを整えた方がいいのではと思います。大谷選手は出たがるかもしれないけど、球団側がストップをかけるでしょう。
そもそも大谷選手加入前に決まっていた話で、ドジャース側が無理をさせる義理もない。契約が契約だけに、ドジャースとしては慎重に復帰時期を探るでしょうし、興行的にもそれが本拠地であるドジャースタジアムになるのは確定でしょう。イレギュラーな日程に加えて練習試合2試合も入れてるのか。怪我も心配だろう。移動時間、時差、気候もあるし、また入れ物も小さく、メジャーリーガーの開幕戦をそこでさせるのはかわいそうというもの。行っても美味しいものや素敵な経験も期待できないとなると特にね。経験を積ませたい若手による編成になるのではないかな。と、開幕戦への不参加を支持する声が多く上がっていました。ファンは一刻も早く大谷選手のプレーを見たいと思いますが、昨シーズンのトラウマもあり、無理だけはしてほしくないというのが本音でしょう。果たしてドジャースと大谷選手はどのような決断を下すのでしょうか。今後の動向から目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。